今回は1980年からやっていきます。今年強奪する海外の馬はタイムリーライター。この時期の童貞軍団としては貴重なダートの馬です。ボールゲームくん、あいつあんなんでも芝の馬なんですよ。好きな騎手をデビュー最速 G1 勝利させるときに利用されることで有名な香港のレースですね。まあそんな利用のされ方するってことは何かとか、負ける要素はこれっぽっちもないってことです。その差は縮まらない。残り 200m、 2番手はアミューズコミュニケーター。マニカト、この馬で決まりか。マニカト圧勝、今ゴールイン。2着はアミューズコミュニケーター、3着にトラフィックスフィンクス。マニカと日本調教馬が海外の大舞台で堂々勝利。圧巻の走りを見せてくれました。芝の馬とは思えないキャリアをしているボールゲーム君。まあ大阪杯と天皇賞は使ってるからギリギリ芝の馬だな。なお今年はドバイワールドカップに挑戦する模様。これは決まったか。ボールゲーム圧勝、今ゴール。待てよ、初めてドバイワールドカップを勝った日本の馬だって芝の馬なんだぜ。これもうわかんねえな。このレースも来年からは猿空間送りですかね。マニカトが負けるパターンって村田がバカやらかすパターンしかもうなさそうです。マニカト先頭、これはちぎれた。ベイグリーグレイト必死に追います。この差は果たして縮まるか。あと100、これは強い。2番手はシェリフドラマ、マニカト独走、マニカトぶっちぎりです。2着はシェリフドラマ、世界の大舞台で見事な勝利。マニカト日本馬の強さを証明してくれました。ドバイの前哨戦を走るボールゲーム君、こいつを芝の馬って認識してるやつもいなさそう。サンパスサリカ先頭、外からボールゲーム先頭。残り 200m を通過してボールゲーム、余力は十分。さらに引き離していく。2番手はストップザプリテンス。ボールゲーム今ゴールイン。段違いの強さです。この走りを見ると期待感あるんですけどね。相手が悪すぎるんですよね。ボールゲーム現地でも大きな歓声が上がっています。テンポイントのロープをくぐ男、キングストンタウン。ボールゲーム君のお供として出陣。先頭3馬身から4馬身のリード、ギャラクシーライブラ必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 クリケティネイティブ後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。大外から一気にキングストンタウン、クリケティネイティブ。そして普通に敗戦。パラメータはテンポイントよりはるかに高いんだけどな。やっぱり怖いすね、気象なんは。遠征の振りをものともせず堂々勝利。素晴らしいパフォーマンスです。マニカト君は自分で使うと余計にイカレっぷりがわかりますね。格ゲーで言うならストリートファイター君で一人だけオクラが使えるみたいなもんですから。懸命に足を伸ばすマニカト先頭、後続とは3馬身以上。その差は縮まらない。残り 200m、 2番手はインスタントクラーク、これは強い。マニカト独走、マニカトぶっちぎりです。2着はアラブシステム、3着にソーセルフ。マニカト日本調教馬が海外の大舞台で堂々勝利。圧巻の走りを見せてくれました。前哨戦で負けたキングストンタウン、本番ではどうか。ルディア先頭、さあルモス一気に来た。キングストンタウンまだ後ろ、ちょっと厳しいか。後方からケンタッキーカッター。残り 200m、 キングストンタウン追い上げてきた。キングストンタウン抜けた。2番手はルモス、キングストンタウンゴールイン。リアルのキングストンタウンは左回り苦手なんですが、このゲームでは大丈夫です。まあ無類の強さを誇ったはずの右回りが苦手になってるんやけどな、ぐへへへへへ。そんなわけでやってきましたドバイワールドカップ。芝の馬であるはずのボールゲームくんが無謀な戦いに挑みます。正直ダート運用しているのがもったいないくらい強いボールゲームくん。適性を覆して勝ちそうな感じも出していますが、何度も言っている通り、今年は相手が悪すぎる。砂漠に囲まれた名団競馬場で今年も熱い戦いが火蓋を切ります。
各国の砂の王者たちが国の威信を背負って挑むダート世界最強馬決定戦ドバイワールドカップ、頂点に立つのはどの馬か、まもなくスタートです。スタートしました。各馬まずまずのスタート。今年のドバイワールドカップにはスペクタキュラーリッドが出走しています。あまりにも強すぎて対戦相手が全員回避した結果、G1 レースを対戦相手0人という状況で走る羽目になった競馬界のジャムゲームです。そんなヤバいやつに門外漢が勝てるわけないんですが、競馬に絶対はないとも言いますし、ボールゲーム組んで夢を見てみましょう。イケイ芝の馬、その隣にパラリンストーリー、ここにつけたのがトワイニングジャージ、すぐ後ろにイッツインジエア、最後方にボールゲーム、こういう隊列になっています。各馬砂陣を巻き上げ進んでいきます。前の方からもう一度見ていきましょう。2番スペクタキュラービッド、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身ファインオアーズ、それに続きます。これに続いてブリリアントホライズ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ絶対王者スペクタキュラービッド、スペクタキュラービッド、さらにリードを広げました。2番手はファインオアーズ、ブリリアントホライズ、3番手ゴールゲーム、まだこの位置。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。スペクタキュラービッド先頭、2馬身から3馬身のリード、フライングベイスター。2番手手応えはどうか。残り 200m、 先頭はスペクタキュラービッド、2番手はフライングベイスター。スペクタキュラービッド、これは決まったか。スペクタキュラービッド1着、スペクタキュラービッド完勝。2着はフライングベイスター、3着にボールゲーム。まるで話になりませんでした。やっぱダートの馬連れてこなきゃダメだな。逆算する暇もなくボールゲーム案上の河原さんはオーストラリアに飛びます。実はこのレースとドバイワールドカップは同日開催なのです。過密スケジュールを超えた過密スケジュール、白石君河原さんに訴えられたら負けそう。グレートタイタン残り 200m を通過して、グレートタイタン先頭、2番手はウィンザーフォレスト、グレートタイタン1着、グレートタイタン完勝。2着はウィンザーフォレスト、グレートタイタン。日本調教馬が海外の大舞台で堂々勝利、圧巻の走りを見せてくれました。パワーがついてきたメンフラドロガリ同点のギャラントダンサ ー、国内短距離路線が定位置になりました。ここで先頭に躍り出た、内からサニーフラワー、外からエイシンスイング、残り 200m、 ギャラントダンサー完全に独走、後方から一気に桜ゴッド、ギャラントダンサー先頭だ。ギャラントダンサー1着。温泉に沈めて無理やり延命してるけど、寿命はとっくの昔に尽きています。白石くんはネクロマンサーか何かかな。今年生まれる子供が浜のパレードのラストクロップになりそうですね。浜のパレードはリアルでは肉になった馬なんで、白石くん以外誰もつけないんですよ。来年から柱石くんも、テンポイントに全力ですからね。禁断の息子グレートタイタン、禁断のクソローケ2年連続1。先頭変わってブリーフアベニュー、内からヒューズーとスタンド、ヒューズーとスタンド先頭、外からグレートタイタン先頭、200を切ったグレートタイタン、余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手はスピアアタック、グレートタイタンまさに完勝、今ゴールイン。この世界戦の競馬界では新版の最高傑作がグレートタイタンか、ニコ新版かで一生喧嘩してそう。圧巻の走りを見せてくれました。グレートタイタンとの路線丸かぶりをイケメンしていたスリージャイアンツですが、普通に共存できていますね。実はこの世代もう一頭メジロファントムという童貞がいます。寿命がクソ長く9歳まで走れるので、通常プレイなら絶対に所有するんですが、所有しなくても死なないのと、グレートタイタンと路線が丸かぶりするというのが合わさって面倒くさいんで所有しませんでした。リアルと同じく誘導馬として頑張ってくれ。自家生産初の G1 馬、ローレンツパンチ、成長の速さで2歳では活躍できたものの、他が育ってきた3歳からは活躍できる可能性がないです。猿空間送りですね。オペックホース、オペックホース1着、2着にはどうやらハワイアンイメージ、3着にセシルエスケープ、見事に勝ちました。オペックホース、天皇賞春を走るだけのスタミナがないので、
香港にやってきたキングストンタウン、リアルだと 3200m のシドニーカップを勝ってるのに、なんでやろな。本当にこの馬の調整は適当すぎると思います。これでそんなマイナーな馬なんか知らんわの精神で適当に調整されたとかならまだ理解できるんですが、こいつ数少ない名馬列伝持ちの海外馬なんですよ。で、その名馬列伝に右回りのレース強かったって書かれてるのに、右回り苦手がついてるんですよ。あのさ、素晴らしいパフォーマンスです。ちなみにマニカトも当然名馬列伝持ちです。今回は海外の馬にも名馬列伝ついたのが地味にいいですよね。なんでキングストンタウンに貴重な名馬列伝の枠を割いたの？キングストンタウンは列伝持ちにふさわしい名馬？じゃあなんで右回り得意だったキングストンタウンに右回り苦手つけたの？なんでシドニーカップ勝ったのに3200m 走れないの？なんで子供いないのに守護馬としての能力にだに高いの？香港短距離三冠達成、まさに歴史的名馬の誕生です。ボールゲームくんの国内復帰戦です。相変わらず地方競馬落体に勤しみます。ボールゲーム先頭、2番手はブルーダイだ。これは強い。ボールゲーム、これは体勢決したか。ボールゲーム独走。ボールゲーム、国内だと敵なしなのが世界とのレベルの差を表していて、人生の悲哀を感じますね。強かった。勝ったのはボールゲーム。テンポイントが勝ったので格好の空き巣場所とかした天皇賞春。スリージャイアンツまだ後方。これはバンジキューズ王将イレブン先頭。内からはスリージャイアンツ200を切った。ここで先頭変わってスリージャイアンツ。2番手はグレートタイタン。スリージャイアンツゴールイン。これは物が違う。スリージャイアンツとグレートタイタンでワンツーを決めました。3着に天満エクスポ。これが世界を制した実力だ。スリージャイアンツ。そういえば前作から追加されたシステムに馬場適正というものがあります。親の馬の系統が反映している地域を参照して走りやすい馬場が決まるというものなんですが、やや重の馬場だと1段階、不良馬場だと2段階馬場適正が重くなります。そんなわけでこのレースでは普段よりも2段階重い馬場への適正が求められるんですが、キングストンタウンは日本、アメリカ、オーストラリア以外の馬場が全て得意というスーパー適正持ちなので関係ないですね。よりにもよって地元が苦手なのか。今年は前頭テンポイントにつけました。目指せ親子での三冠制覇。安田記念に出走したゲラントダンサーは海外からやってきたよくわからん馬にボコボコにされました。やっぱり怖いっすね世界は。手応えはどうか。あと 200m、 後続は遥か後方。後続はまだ後ろ。2番手はギャラントダンサー。クリス、この馬で決まりか。クリス圧勝。今ゴールイン。2着はギャラントダンサー。クリス遠征の不利をものともせず堂々勝利。素晴らしいパフォーマンスです。地方落体おじさん。ボールゲームタイムリーライターがデビューするまでは頑張ってほしいんですが、そろそろ寿命がきついか。先頭2馬身から3馬身のリード。200を切った。後続はまだ後ろ。ボールゲーム先頭です。このまま押し切るか。2番手はオートリジェモダ。ボールゲームまさに完勝。今ゴールイン。2着はオートリジェモダ。3着に統計ホープ。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはボールゲーム。半年ぶりに国内に帰ってきたキングストンタウン、苦手な右回りも国内なら問題ないです。定期的に取りこぼすからそんなイメージないですけど、単純なスペックならテンポイントをはるかに凌駕してますからね。2番手は応用ボーイ。キングストンタウン、これは決まったか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は応用ボーイ。3着にアデミカサ。これが絶対王者だ。キングストンタウン。今年の国内強奪コーナーです。今年の目玉はなんといってもシャダイソフィア牝馬なんですが、ダービーにも出走してるし現役中に死んだし実質同定だな。あとはウゾウムゾウの同定を複数確保。ビンゴカンタは血統が珍しいから後継残せたらいいねくらいしか言うことないです。Thank you.
馬場適正的には国内よりこっちの方が得意な3ジャイアンツ。しかし相手のレベルが高いからきついか。日曜王者意地のぶつかり合いだ。ロールイットアップ、ここで先頭に躍り出た。外から勢いよくエルバト先頭、残り 200m を通過して、ここで後続が襲いかかる。3ジャイアンツ抜けた。2番手はエルバト、先頭は3ジャイアンツ、1着でゴール。普通に勝ったことに一番戸惑ってるのは俺なんだよね。強くない？海外の大舞台で堂々勝利、圧巻の走りを見せてくれました。マイルを走れキングストンタウン、お前の距離適正は光栄の。ガバガバ査定によって 1700m が加減、マイルでも問題なく戦えるはずだ。クリス、ここで先頭に躍り出た。2馬身から3馬身のリード、200を切った。先頭は依然としてクリス、2番手はキングストンタウン。クリス先頭だ。クリスゴールイン。このバイオハザードの主人公みたいな名前の馬安田記念にもいたな。ふん、この時代のマイルの帝王ということか。ちなみに連投で中距離のレースにも出たんだけど普通に負けたらしいよ。残り400を切った。日曜王者意地のぶつかり合いだ。ルモス先頭、リードは3馬身以上、この差が広がります。残り 200m を通過して一気に後続が差を詰める。残り 100m、 2番手はヌレイエフ。ルモス先頭だ。先頭はルモス、1着でゴールイン。2着はヌレイエフ、3着にキングストンタウン。勝ったのはルモス、見事な勝利です。前走で一皮むけた感ある3ジャイアンツ、欧州長距離路線で頑張ります。残り400を切った。日曜王者の争いだ。最後の追い比べ、先頭はヒフューチャー、差を広げにかかります。ビースキープロス懸命に追いすがります。200を切ったヒフューチャー、意地を見せる。一気に3ジャイアンツ、ヒフューチャー先頭だ。ヒフューチャー、せっかく抜けた皮をまたかぶるんじゃないよ。3ジャイアンツ、3着にチックスキャピタル、勝ったのはヒフューチャー、見事な勝利です。突然ですが、この年の秋競馬の録画データが全部吹っ飛びました。奇跡的に有馬記念のデータだけ回収できたので、それをフルで流してお茶を濁すとします。まあこのゲームって自分が生産した馬が活躍しだしてからが本番みたいなとこあるので、ギリギリセーフといったところではないでしょうか。いよいよ今年の G1 も有馬記念で終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結、そして今年は秋古馬三冠をかけたこの馬に注目が集まります。キングストンタウン、見事期待に応えられるでしょうか。さあ最後は大外枠のテルノエイト、ゲートに入って体勢が整いました。いけい、後衛のガバガバ査定の被害者トップレディシーバードパーク、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出したのはハギノトップレディ、さらにはハワイアンイメージ、13番紅葉ボーイ、その後ろハギノトップレディ、先手を取りましたオペックホース、それに続いています。大きく離れましたビッグサンブ、ピンクの帽子テルノエイト、その後ろ第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。金美香さん上がっていきました。並んで14番東証イレブン、内からは金美信、その隣に鷹の勝どき、この位置に長谷忍、ここにメジロスコット、キングストンタウン、この位置です。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その外にエリノメーレン、しんがりからカツラのハイセイト、キングストンタウン、これに勝つといよいよ秋の古馬三冠達成です。歴史的な瞬間は果たして訪れるのか。キングストンタウン、見事その期待に応えられるか。さて先頭を見てみましょう。 G1 2勝ハギノトップレディ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身オペックホース、それに続きます。並んで13番紅葉ボーイ、さあ先頭は依然として4番ハギノトップレディ、2番手はオペックホース、紅葉ボーイ、3番手キングストンタウン、まだ動きません。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は紅葉ボーイ、キングストンタウン、2番手、いざ勝負の時、
キングストンタウン、ここで先頭に躍り出た。差を広げにかかります。東洋ボーイ2番手、手応えはどうか。200を切った。後続を大きく引き離しました。2番手は東洋ボーイ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は東洋ボーイ、3着にカツラのハイセイコー、キングストンタウン。天皇賞秋ジャパンカップに続き、秋の古馬三冠を完全制覇。秋のキングストンタウンは強かったね。まあ全部映像吹っ飛んだから見られないんだけどね。そんなわけで年末表彰にやってきたのだ。今年は国内 G1 を重賞できました。海外でも勝ってるし実質横ばいだな。河原さんの勝ち蔵でメルボルンカップを勝ってることがバレるグレートタイタンくん、活躍をカットされる新山の息子にかな。この調教師いつもタイトル取ってるな。この馬主いつもタイトル取ってるな。おお、上半分の受賞馬が白石くんのじゃなくなった。近年強い童貞がいないのが効いてるにゃ。年度代表馬はキングストンタウンでした。今年は万年猿空間にいる連中を引退させて、キャラントダンサーはどうするか。一応今引退させたら金の札がもらえるくらいには活躍したが、まあいいや、来年もよろしくなぁ。言うのは守護馬にします。お父さんとしては強いかもしれんしな。サガロが守護馬引退するらしいので強奪しときます。童貞のオスメイキとして頑張ってもらうぞ。来年デビューする馬で強そうなのはこいつか。パンクラチオンと浜のパレードの子供、レパード、タマクマ。パレードとレパードの字面が似てたので命名。目指せ競馬界の世界チャンピオン。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。